どうしても必要な検査なのです。お嬢様は薬に打ち勝ち、マナを獲得されましたが、体に異常が出ている可能性も捨てきれませんから。次は仰向けに。先生って私のこと女の子だなんて全然意識してくれないんですね。そんなことありません。俺だって恥ずかしいのです。ただ感情が表に出ないよう訓練しているだけです。本当に恥ずかしいならなんでこんなことするんですか。会ったばかりで変に思われるでしょうが、俺はお嬢様を大事に思っていますから。俺が行ったことで万が一、奥が一、お嬢様のお体に傷がついていたらと考えると、夜も眠れないくらいに恐ろしいのです。今の俺が望むのはただ一つ、どうかお嬢様が健やかであれと、それだけです。ごめんなさい先生、必要なところがあったら好きに触ってください。ありがとうございます。ところでもう一つ大事なお話をしなければなりません。実はお嬢様が獲得されたクラスは残念ながらパラディンではないのです。え、それじゃあ侍です。俺と同じ侍。そう、パラディンになれなかったのは少し残念だけど、先生とお揃いだなんて嬉しいです。納得していただけて何よりです。このことは当面の間誰にも秘密になさった方がよろしいかと存じます。なぜですか。お立場上よからぬ噂を立てる者が必ず現れるからです。これは私のマナを分与したのだから当然の結果だ。だがお嬢様を騎士公爵家にふさわしい人間として実績さえ打ち立ててしまえばよい。これが私とお嬢様が生き延びる唯一の活路だ。先生がそう言うならそうします。お疲れ様でした。体の内外あらゆる面において一切の後遺症はございません。よかった。先生、私は先生の生徒になれますか。お嬢様はもうすでに俺の自慢の生徒ですよ。私学校行くの楽しみです。今の私にはマナがある、立派なクラスもある。
女と何も変わらない。言い忘れておりましたが、本日から1週間後の公開試合まで俺とのレッスン以外でのマナの使用を一切禁止します。え？もうすぐ公開試合ね。ああ緊張してしまうわ。でもネルバがいるから大丈夫さ。あら、この本読みたかったのよね。何よ、いいでしょ、私たち友達なんだから。さあメリダ、早く着替えて練習へ行くわよ。私は、あっそ、ならいいわ。助かったわ、お荷物が減って。メリダは友達より先生とのレッスンが大切なんですって。特上物よね。せっかくマナが使えるようになったのに。今のお嬢様はまだ目覚めさせたばかりで不完全な状態なのです。分かってます。運命の日は1週間後。それまでは語学友たちにも勘違いさせておきなさい。なればこそ彼女らはかつてない奇跡を目の当たりにすることになるでしょう。はい先生。それはそうと、そこで覗き見しているあなた方はお嬢様に何かご用ですか？どうも。エリー、あの、この前は、また会えたね、紳士さん。あなたでしたか。あの、先生、そちらの方は？はじめまして、私はエリーゼお嬢様の家庭教師になったロゼッティ・プリケットって言います。ロゼッティって、まさかあのロゼッティ・プリケット様ですか？いや、まるで有名人みたいだな。私、まるでではなく実際に有名人です。仮想居住区の生まれでありながら幼き日にマナを覚醒、最年少でクレストレギオンへの入隊を果たしたばかりか、国王陛下から特別な爵位キャリアマーキスを賜ったのですから。いろいろ大げさに言われてるけどさ、気にしないで気軽にロゼって呼んでね、メリダ様。あ、はい。あなたのこともエリーゼ様から少し聞いたの、グーファヴァンピールさん。お互いアンジェル家の使用人だし、家庭教師だし、これから仲良くできるといいね。申し訳ありませんが、仲良くするわけには参りません。なんで？あなたのようなチャランポランな女はメリダお嬢様の教育に悪影響だからです。チャランポランって何よ。この前会った時はあんなに優しくて紳士だったのに。お嬢様だけでなく教育係も世間の比較になっているのです。覚えてなさい、公開試合うちのお嬢様があんたのメリダ様をケチョンケチョンに任せてやるんだから。わかったね。先生、さあ帰りましょう。お嬢様、ついにこの日が来ましたね。先生、私怖いです。逃げ出したい。大丈夫です、今日までしっかり練習を重ねてきたのですから。でもこんなに大勢の人が。お父様。私、自信ないな。お嬢様、俺はそろそろ観覧席の方へ参ります。どうしたものか、このままでは力の半分も発揮できない。あら、メリダ、聞いたわよ。
あなたはユーフィーのユニットに拾ってもらったそうね。ええ、はあ、ご家族もお気の毒ね。あなたが大勢の前で無様な姿を晒して笑われるのを見ないとならないなんて。ほんと、なんであんたみたいなのがうちの学院にいるんだか。見苦しすぎて友達として見ていられないわ。ネルヴさん、恐れながらどうか一つお願いしたいことが。あら先生、何なりとおっしゃってくださいませ。ありがとうございます。では。いい加減耳が腐りそうなので黙ってくださいますか、このメスザル。この私に向かってなんてこと。あなたはメリダ様のことを何も分かっておられ。無名貴族が公爵家の使用人になって浮かれているのかしら。どうせ家庭教師って言ったって絵本でも読み聞かせてお給料をもらっているだけなんでしょ。彼は最高の先生よ。バカにするのはこの私が絶対に許さない。試合であんたをギッタンギッタンにしてやる。言ったわね、落ちこぼれが。なら楽しみにしてるわ。どうやらお嬢様は自分自身のためでなく他人のために力を発揮できる子らしい。見てあちら、ベルグサンジェル様もいらしているわ。お隣はモルドル教。おじい様よ、メリダ様の。ああ、マナが使えないって噂の。極論、この試合の結果遺憾では私とお嬢様がまとめて始末されてしまうことだってあり得る。ずいぶん余裕がありませんことね、腹黒エシ紳士さん。プリケツさんじゃないですか。プリケットだから。何かご用でも。うちのエリーゼお嬢様が気にしてたから、メリダ様のこと。メリダさんは何もしなくていいからね、私たちに任せて。あの これより聖フリーデスイーデ女学院学期末公開試合第一試合を始めます。そこ！メリダ、先生見ていてください。そんなに目立ちたいのなら協力してあげる。無能最初のラストステージをね。両手両足痛めつけてみっともなく這いつばらせてあげる。あんたたちが無価値と呼んだ戦士の姿だ。何いい気になって、赤ん坊が道具の使い方を覚えたってだけじゃない。相手が武器を持っているからって武器で攻撃してくるとは限らないのよ。このメリダ・アンジェルのくせに、メリダ・アンジェルのくせに。キャビン・アマー。
赤ん坊には刺激が強すぎたかしら。でも友達ですもの。降参といえばこれ以上は勘弁してあげるわ。しかった。え、なになに、ごめんなさいね、何にも聞こえないわ。続きは医務室で聞いてあげる。先生の攻撃の方が恐ろしかったって言ったの。痛いはずよね。ええ、ただ今まで感じてきた痛みに比べたら何でもないのかもしれません。この無能才女が！恐ろしかった？訂正しなさい。本当は私が怖いんでしょ？自分が誰に歯向かったのか泣き叫びながら後悔しなさい。怖くないわ。先生とは比べ物にならない。メリダのくせに、なんであんたが今頃まだに目覚めるのよ。あなたが噂の無能才女ね。マナがなくても大丈夫、私がずっと友達でいてあげるわ。嬉しい、ありがとう。ずっとあのままでいればよかったのに、おとなしく私の友達でいればよかったのに。せっかくいい気味だったのに。もうスプーンも持ち上げられないようにしてあげる。ギャリックラッシュ、剣闘一戦、当日たった一度私のスキルを見ただけで密かに鍛錬を重ねていたのか。借りるわよ、サフライ。行けメリダアンジェル、ここは私たちが行かせない。じゃ早く行ってメリダさん。いやお見事でしたよ、お嬢様。期待以上の成果でした。先生、私も子供じゃないんですから。お父様、私、勝ちました。初めて勝ちました。見ていた。たった一度勝った程度で浮かれるな。そんな報告は他校との対外試合で上昇できるようになってからでよい。お嬢様、よかったですね。
くはないです。考えてもみてください。今日お嬢様は旦那様に話しかける勇気を得た。そして旦那様も望んだ言葉ではなかったにしろお嬢様に返事をなされた。これは大きな一歩です。先生。メリダ・アンジェル！ネルバ！もう読んだから返す。ごめん。それよりも、そろそろ次の試合が始まるのでは？あ、いけない！さすがエリーゼ様。嘘だろ、たった13秒で。これがパラディンの力か。エリー。聞きたいけど聞いちゃいけない、そんな感じがしているよ。みんなが好きでも動けなくて黙り込んでしまった。他の誰も見えない。ここはネクタル臭くて嫌になる。メリダ・アンジェル、あの娘はパラディンなんかじゃない。